こんにちは読むキャの仲間です、えー、今日はですね、えー「大工の基礎を学ぶ」の建築概論から、えー、木材についての話をさせていただきます。えー、木材ってその鉄やプラスチックと違ってそれぞれ個性があります。そのの変形の仕方が違うという特徴があります。なので大工はその木材を見て、ね、こうやって見て、まあ、その変形の仕方を予測して、えー、その木を正しい場所に正しい向きで配置していくと。 いうことが必要になりますなので大工は木を扱う上で専門用語っていうのがいくつかあります例えば木表木裏であったりとか背腹であったりとか元末であったりとかっていうでそれっていうのは木をただの木ではなくてその中からこっちが表でこっちが裏こっちが上でこっちが下ですでこれが上でこれが下みたいな言葉なんですよね要は。 なのでその専門用語を理解すれば正しい木の使い方も分かるということになっています。ということでその専門用語の話をしていきます。で今回は主に板材ですね。板材についてのお話をします。でまた今度次回、えー、角材とか躯体での、えー、専門用語とかその使い方っていうのはまた次回やります。で今回は板材の話をします。えー、とではですねあのこの木材の収縮についての基本ですね。の方お話をします。 でまずこの年輪方向その外側の方です、ね、と切ったここの半径方向だと繊維方向3つの軸がありますとでこれが3つとも変形の仕方がバラバラなんですよでどれだけ違うかっていうとはい数字が大きければ大きいほど縮むで力が大きいということですで年輪方向は10縮むに対して半径方向は5なんですよなのであのー 年利方向です、ね、年利方向の方が2倍縮むって話なんですよね。でさらに繊維方向は0.5から1なので最大で2 0二十倍ですよ20倍年利方向が縮むという形になっています。でさらにあの年利方向と方向で外側えっ、ー、と外側と内側ですね芯に近い方だと外側の方がより縮むという特徴があります。だからもう ほぼ4辺全部バラバララなんですよでしかも結構大きいじゃないですか2倍縮むとか20倍縮むとかっていう差があるんですでだから変形が一定じゃないんですで変形が一定じゃないからねじれたり割れたり、えー、歪んだりっていうことをしますなので、えー、木材を大工は適材適所に配置し正しい向きで使っていく必要があります。 まあこれって何かこんだけすげえ厄介木材厄介って感じするじゃないですかでもこの特徴をネガティブなものとしてではなくてその特徴をうまく使って逆に利点に変えてしまうとそれが大工のすごいところなんですよね。だその反っていく方向を逆にこれって果実に受けるに強いじゃんみたいなこれってこ,なんかこう曲がっていくのもあ外内側に縮むより外側に開いていってくれた方がいいじゃんみたいな。 っていうふうに正しい向きに配置すればデメリットがプラスになるとでそれをやっていくのが大工のすごいところだなとでそれが知識として体系的になっているっていうのもまたやっぱすごいところだと思うんですよはいでまあその辺の話を、えー、させていただきたいと思っています、えー、板材の収縮についてですねまず取る場所によって名前が違いますこの丸太ありますよね丸太のドーンってあったところに こう取るのとこう取るのとここでその板の呼び方が違うんですよでまずその呼び方の話ですねでまずこの一番スタンダードな板この板目っていうんですけどあの、まあ、こういう材料ですね、まあ、こういうフローリングとかあとあの壁で貼ってあるやつとか天井で貼ってるやつとかまあだいたい板目ですねあとホームセンターで売ってるツーバイとかも板目ですよね板目です。でこれはあのいっぱい取れます幅広い材料も取れるし、えー、たくさん取れるだから安価。 というのが、えー、というところで一般的に広く使われているものです。でただこれ変形が大きいんですよ。その,あの先ほどの図の、えー、年輪方向が広いんですよ。一番縮みやすいところが一番広いんでよりな結果一番変形が大きいというのがこの痛めの特徴です。はい。で次にマサ、えーま、め。これ全く逆ですね。その変形する方向が小さくて。 変化ののの少ないこの5の部分ですね半径方向を広くして変化の大きい年利、えー、方向が薄いというのがマサメです。でこれがあのこういった材料こういった材料です。で、えー、これはあの、まあ、例えば和室とかですごい対応されているしあとは建具とかあとドアですねドア自体もそうだしドアの枠縦の,の枠とかもこの。 マサメの板が使われていますでこのマサメってあとその全然取れないんですよ。この両方横方向じゃないですか。だからここのラインぐらいしか取れないんですごい貴重なんですよ。なのであまり取れないというのが特徴になってます。でこれは均一にまあ均一ではないですけども、まあ、均一にじんわり縮むっていうのがマサめの特徴です。で、えー、次に芯持ちですね。でこの材の芯センターを持っている材料。これは 角材であればこれはすごく粘りがあって強いだからそれはそれで素晴らしい個性として扱われるんですが板材においてはそのいいとこがないですよなので割れやすいしその対抗用にキュッて端だけへこむしねじれも大きいしっていうのであのこれは板材においては避けるべき材料ですホームセンターでツーバイとか買う時も新持ち材とか混じれてますしあと大量に外壁材とかドンって頼むと まあどううしてもも新持ち代とかも混じっちゃうんですよねなのでそういうのをまあ避けていくかあとはまあ新餅で影響のないところですね、まあ、持ってないところだけ切り出して使うとかなんかそういうふうに扱っていく必要があるというのが新餅の材料ですと,炒め正め新持ちと。でまさめは高級で、まあ、和室とか仕上げで使うようなもの本当になんかまあ枠とかで使うもの。で炒めはすごく一般で広く使われているもの。 芯持ちは避けるものっていう風に覚えてもらえればなと思う。次、えー、木表と木裏。これ傷めの話です、えー。表と言ってるのは、えー、外、えー、樹脂に近い方で、えー、裏と言ってるのは芯に近い方。この上の方が、えー、木表ですね。で下が木裏になります。で見ていただければこうわかると思うんですけども、この反ってるんですよね。上の方が反ってる。ぐってなってます。上の方がこういう風うになっています。 で、上の方が変形がキュッて縮むので、中手方向で言ってもこういうふうにですね。こういうふうに沿っているという材料になっていきます。板目はその変形が大きいので、表と裏っていうふうに、使い分けるために木、清表清裏というふうに言葉がついています。あの、ちょっと脱線しますけど、この表と裏っていう文化って、職員の世界ではこう、あ,あるんですよ。例えば造園屋さんとかも、この表と裏っていう話を言葉を使っていて、例えば植える木においても、表と裏があるんですよ。 でそれは見た目の話なんですよねそのどっちが表面でどっちが裏なのかこの庭に置く石とかにおいてもそういう表と裏っていう話があるんですよねどっちの面が表でどっちが裏なのかっていうただの石じゃないですよただの木じゃないですよ。でそれも向きがあるというのがなんかこうなんか日本っぽいですよね日本の職人っぽいらしいなっていうところがします。はい、でまあ木においては表と裏がありますでその表を使い分けてます。 という話です、はい、じゃあ木表はどうやって使うのかというと内装ですね家の中家の中は基本木表が見える方に使っていきますなので表表が表としてて使っていきますなので、えー、床壁天井は、えー、全て表を見える方に木表を向けていきます。でそれはシンプルに、えー、木肌がいい、えー、節が少なくて柔らかくて、えー、表面がきれいと。 えなので表に向けていきますでこれ裏に向けるとあのささくれやすかったりとかっていう風になります、はい、なので、えー、内装は全部木表を向けていきますでこの表面が綺麗節が少ないっていうのは本当にそうなんですよたかが板材ってこれこれ 15mm なんですよこのたった1 5ミリの間でも表と裏で言ったら表の方が綺麗なんですよえ本当なんか不思議だなと思うんですけど本当にそうなんですよ この板も例えばこの節これ木裏なんですけど、この節が表に行くとないんです。なくなるんです。c ここにもちっちゃい節ありますよね。これも表に行くとないんです。まあ、うっすらここにあ節っぽいなっていう見えなくはないですけど。でもなくなってますよね。なくなるんですよ。裏にあるものが表にはなくなっているとこんなに違うんだなと思ったんですけど。でも改めて年輪数えると。 この15ミリの中で8年詰まってるんですよ。が8年あれば変わりますよね。っていうだ。まあだから、きっとこの8年のうちに林業の人が枝払いをしてくれたってことなんじゃないかなとも思うんですよね。そのこの時点では生えてた。枝が8年のうちに森に入って枝払いをしてくれたから、この節がなくなってるみたいなことなんじゃないかなとか思うとちょっと感慨深いですよね。はい。という。 なので表と裏は本当に違います。はい。で、えー、他にも色カモイとあと窓台まあ、下地ですね下地としての窓台も、えー、そうですね。基本的に窓とかでこうやってここに入れてますよね。この材料は気を、えー、表を見える方に使います。なのでこうやって反ってる方だとこっちが表なんですけど、えー、上につけるものカモイだったら気を、えー、表が下になります。 で敷居だったら敷居とか窓台とかだったら、えー、下が上あ上に木表を使いますでそれはなぜかというと,、えー、とこうやって乾燥していくときに内側に乾燥されると困るんですよ剥がれてくる力が恥ずをするじゃないですかなので、えー、と密着するように乾燥してほしい。ミチャッとキュッてしまっていってくれた方が抜けないしでそれ以上どんどん広がっていくかというとそんなことはなくて中に下地とかがあるのでそれ以上広がらないですよなのでこうミチャッ密着していってほしい。 っていうのがあってそれを反対にすると、えー、そういうように木を配置するというのが、えー、基本になっています。で、じゃあ木裏って使わないのかっていうと木裏も使います。でどういうときかというと外壁ですね。なので外壁は木裏が表です。木裏表です。ちょっとややこしいんですけど裏が表みたいな感じですね。でそれはなぜかというとその乾燥するとあの、えー、表が縮みますよと。 なのでどんどんこういうふうに建物に密着するように乾燥していってくれますでこれ逆に使うとどんどん建物から離れるように乾燥していくので、まあ、雨風が張ったりとかまた剥がれやすくなったりとかっていうふうにしてしまいますなので外壁では木材の割れについてですねその木材の割れって急激にこうキュッ乾燥したい乾燥したいっていうふうになってそのより乾燥縮みたい縮みたい縮みたいってプチンみたいな。 パキッて割割れれちゃうっていういののが割れの中身ですでこれは固定してで乾燥したいけど動けないからピシッってなったりとかあとは固定してない状態でもその乾燥する力と木材のこう形を維持する力のアンバランスでも起きます。はい、なので、えー、じゃあこれって割れ防げないのかっていうと割れを防ぐことはできてそれは縮む力ですねこれを最小限にしてあげれば割れ,ることはできあ割れを防ぐことはできます。 まあ、つまり、じっくりしっかり乾燥させるってことですね。時間をかけてゆっくり乾燥させてあげれば、えー、割れずに、えー、乾燥した状態にまで持っていくことができると。で、そのためには、えー、天然乾燥と人工乾燥という2種類の方法があります。でよく、経泥剤とかっていうふうに言うんですよ。で、これが人工乾燥かかった機械ですよっていうふうに思っていただければと思います。はい。で、まあ、この、 この乾燥の話はまた面白いですよね。まあ、天然乾燥の話も面白いし、人工乾燥のその木材の繊維のセルロースとか、なんかその辺の温度帯とかの話もまたすごい面白いですよ。まあまたそれはまた機会があればぜひまたやりたいと思います。はい。ということで、えー、板材の話を主に木材の見方ですね、扱い方の話をさせていただきました。 次回ですね、あのー、この木材についてのお話は、えー、具体ですね、えー、梁とか柱においての専門用語瀬戸原と元末というところですねその辺あと新持ちもそうかあと「背割」りとか何からその辺の、えー、専門用語とそれがどういったものなのかそしてどうやって使っていけばいいのかといったお話の方をさせていただきたいと思います。 とということでそのやっぱりこの木材の,この個性があるっていうのを厄介な問題として捉えるんじゃなくてポジティブに扱っていくっていうところがやっぱりすごい技術だと思うので是非覚えていただければと思っております。ということで、えー、ではありがとうございました。